子さん、村山和子。あるところにちょっと欲張りなお猫さんがありました。ある朝、新聞に写真屋さんの広告が出ていました。写真屋さんを始めます。今日写しにいらっしゃった方の中で一番よく写った方のは新聞に載せてご褒美に1円50銭差し上げますにゃ。お猫さんは鏡を見ました。そして体中の毛をピカピカに光らしました。そしてお隣のアヒルさんのところへ行きました。トントン、アヒルさん、こんにちにゃ。すみませんけど、リボンを貸してくださいにゃ。アヒルさんはリボンを貸してくれて、よいしょ。お猫さん、どうかなくさないでごわ。お猫さんがそれを頭のてっぺんに結んで写真屋さんへ出かけました。早く行かないとお客さんがいっぱい詰めかけてきて写してもらえないかもわからないと思うと胸がドキドキして歩いていられません。かといって猫の町には円卓はなし。仕方がないので急いで駆け出しました。写真を写してしまうとお猫さんはとぼとぼとお家へ帰ってきて鏡を見ました。涙がほっぺたを流れて顔中の毛がぐしゃぐしゃになっていました。これじゃあ一等どころかビリッコにゃと思うとまたもや涙が流れて出ました。アヒルさんのリボンを買って返すにもお金はなしにゃ。とまたもや涙が流れ出ました。宝が。あくる日、恐る恐る新聞を見ますと、リボン代をこのお金で払うことにするにゃ。まあ50銭ぐらいのものだから1円は残るにゃと思いました。お猫さんはアヒルさんに言いました。どうかリボンのお値段を言ってくださいにゃ。遠慮なく本当のところをにゃと言いました。アヒルさんは言いました。本当のところは、本当のところはあれは1円50銭なんですの。わ
そう。けれども仕方ありません。アヒルさんに1円50銭払いました。お猫さんのお財布には幾銭残っていますか？皆さん計算してください。